真田丸の戦いは、豊臣家と江戸幕府の間の大阪の陣のうち、慶長19年に発生した大阪冬の陣における戦いの一つ。戦闘は真田丸だけでなく、大阪城南側全面で発生した。豊臣方が大阪城付近の砦を放棄して城内に撤収した後、幕府軍は大阪城を包囲した。真田丸正面には前田利常率いる兵12000のほか、南部利直、松倉重政、榊原康勝など数千、八丁目口、谷町口には井伊直孝の兵4000、松平忠直の兵1万、他数千が布陣していた。真田丸には、真田信繁式下の兵5000、八丁目口、谷町口には、木村重成、後藤元次、長宗我部盛親など、兵12000以上が配置されていた。12月2日、徳川家康は茶臼山尋常に出向き巡検を行い、徳川秀忠も出向いた後、帰陣した。家康は、前田利常に、塹壕を掘り、土塁を築き、城を攻撃しないよう指示した。真田丸の前方には、篠山と呼ばれる丘があり、真田が兵を配置していた。前田勢が塹壕を掘り始めると、真田勢が、火縄銃で、篠山から狙撃し、作業を妨害した。12月3日、大阪城内で南条元忠が、幕府軍に内通していることが発覚した。南条は、城内で切腹させられたが、豊臣軍は南条が引き続き内応しているように見せかけ、幕府軍を欺いた。12月4日、前田勢は篠山からの妨害に悩まされていたため篠山の奪取を目論んだ。前田勢の先鋒、本田正成、山崎長徳らが野因に乗じて篠山に攻め上がったが、真田勢は城内に撤収しておりもぬけの殻だった。夜が明けると、前田勢を真田勢が挑発した。前田勢は挑発に乗り、真田丸に突撃。真田勢は前田勢が城壁に十分近づいたところに、火縄銃で射撃を行う。前田利常は、将たちが命令なく攻撃して軍が損害を被ったと怒り、兵を撤収させようとした。前田勢の攻撃を知った、井伊、松平勢もそれにつられる形で八丁目口。谷町口に攻撃を仕掛けた。この時、城内で火薬庫が誤って爆発する事故が起こったが、その音を聞いた幕府軍は南条の内容によるものと勘違いし、さらに激しく攻めかける結果になった。豊臣軍は城壁に殺到する幕府軍に対しここでも損害を与えた。これらの惨状を知った家康は退却を命じた。しかし、竹束や鉄盾を持たずに攻めてしまっていたため、敵の攻撃に身動きが取れず退却は難航、15時を過ぎようやく完了した。退却後、家康は各将を呼んで軽率な行動を叱責し、以後、竹束、鉄盾を必ず使用するよう厳命した。ありがとうございます。